はい、どうもジェリーです。今回は4周年直前緊急石集め動画、イエーイ、ということで4周年までついに1週間を切ったんですけど、クリスタルがあんまりないです。100連分ガチャありません。ということでね、今回は実際ね、ジールさんの方で石を集めつつ、こう急いで石が欲しい時はどういう風にね集めたらいいのかっていうのを改めておさらいしていく感じの動画となります。石の集め方がっつり紹介って言った形ではないんですけどね、もし今緊急で石が欲しいという方はぜひぜひね、見ながら一緒に石集めしてみてください。ってことで、まずは分かりやすいのからいきましょう。楽曲のフルコンのところですね。ドロサカでは画面の右側、今ここ S って書いてあるやつがあるんですけど、こちらタップするとこんな感じでスコアランクとコンボっていうやつが表示されます。で、ハード以上でフルコンボしたり、エキスパートでフルコンボしたり、一定コンボ数以上を取るとね、石がもらえて、さらにスコアランク、一定以上のスコアを取ることで石がもらえます。はい、これでもうわかりですね。まだやってない楽曲のフルコン取りましょう。そしてハードですね。ハード埋め、これがめちゃめちゃめんどくさいんですけど、するかしないかで天と地ほどの差があります。そして私がこちらですね、フルコンボ数が現在ハード390ということで、これ約50曲程度ですね、フルコンしないハード楽曲があります。はい、50曲でハードでもらえる石が500個なんで、これざっくり計算すると2500クリスタルくらい集まります。で、なんならエキスパでなんかあと 1,2 ミスでフルコンできてない曲が実は結構あって、その辺ちょっと頑張れば詰めると思うんで、まあ、その辺全部頑張れば合計で僕3000個くらい今から石集まるんですよね。めちゃめちゃ大変だけどめちゃめちゃ大変だけど、課金することなくできるコンテンツだったらやっぱこれかなっていう風に思います。まあ、ただこの動画でこれやり始めるとすんごい時間がかかってしまうので、これはまた別の機会に。ちなみに難易度アペンドはフルコンボ取ってもね、クリスタルもらえないので、そこは注意してください。続いてイベント報酬周りですね。まあ、この辺はもう皆さんご存知だと思うんで、サクッといきます。とりあえずイベントストーリー、これに関してはイベント開催期間中に読んでください。期間中に読まないとクリスタルがっつりもらえません。そしてもう一つが交換所。交換所で毎イベントごとに500個交換することができます。こちらも忘れずに交換しましょう。次に最近追加された機能の CM 機能ですね。こちらまあ見るのはなかなかめんどくさいんですけど、クリスタルがね毎日10個もしくは100個もらうことができます。皆さんクリスタル100個出ましたか？僕はね1回も出ておりません。なんならスペシャルギフトの星4も出てないんですよね。いや、マジでこれ確率低くない？ようやくこの前イベントバッジの5000個がね、登場しました。めちゃめちゃ嬉しかったけど、そうじゃないんだよなって感じがしますね。で、ここのクリスタルですね。まあ、現状なんか 5% とか 7.5% くらいで100個排出されるらしいんですけど、まあ、それをもとにですね、年間でどのくらい石もらえるのか計算すると、だいたい24000から6000個くらいね、クリスタルがもらえることになりますんで、かなりチリツモとして大きいんで、ぜひぜひ皆さん見るようにしてください。あと、地味にでかいのがイベントバッジとライブボーナス回復で、これをすることによって、各種アイテムがね、入手できるんで、それでキャラクターを育成してキャララン上げのクリスタル回収というのがしやすくなります。そしてもう一つ最近追加された機能で、このミッションのページ開いてボーナスですね。こちらボーナスミッションで、もともとはねこのライブポイントしかもらえなかったんですけど、クリスタルがもらえるようになりました。合計7ミッションあるので、1イベント中に700個プラスコンプリート報酬でクリスタルを選ぶことができます。まあ、正直クリスタル以外のアイテム選んだ方が美味しいなーって思ったりはするんですけど、まあ、とりあえずなんか、ガチャ引きたいって人はぜひクリスタル選んでください。これで1イベントで、プラス170個石もらうことができます。次にサイドストーリーですね。メンバー一覧の方から、ここの相当を使って、サイドストーリー未読っていうのを選んであげます。そうするとまあ、こんな感じでサイスト読んでないキャラクターたちが出ます。いっぱいいますね。めちゃめちゃサボってるのがバレちゃうね。すげえ恥ずかしいんですけど。はい、これで星音に関しては、サイドストーリーは前半だけ読んどけばいいかなと思います。特訓させて後半も読むってなるとかなり素材が必要になりますんで。で、ただ星3と星2に関しては素材量かなり少なくて回収することができて、それでねサイドストーリー読むことでもらえるクリスタルとプラス
スでキャラクターランク上がることでもらえるクリスタルがあります。それ考えると全然ね、消費するアイテムよりかなり美味しいものとなっていますので、ぜひぜひ皆さん星に星さんに関してはすべてサイドストーリーを読んで石回収するようにしてください。でこれが終わったら、今回の本番といえるキャラクターランクですね、ここが一番美味しいです。キャラクターランク開いて、ここでキャラクター選んで回収していきます。で今回ちょっとこれ本番です。私チールこれですね、確か3ヶ月か6ヶ月めちゃめちゃ貯めているので、一気に回収して気持ちよくなろうと思います。ちなみに現在のクリスタル量が 22,725 なので、これ覚えておいてください。はい、ってことで真冬ちゃん現在キャララン106なんですけど、右側見てもらったら分かる通りとんでもない量溜まっております。これで一体キャラクターランク何になるのか、早速回収していきましょう。よろしくお願いします。110いてくれたら嬉しいんだけどな。どのくらいいくかな。はいはいはい、109までいって110突破ありがとうございます。ってことで朝日奈真冬ちゃんキャラクターランク110到達いたしました。赤粒増えますね。はい、クリスタルもこんな感じで100、100、300めちゃめちゃ美味しい。さらに称号ありがとうございます。朝日奈真冬ファンの花称号の赤粒2ですね、めちゃめちゃ美味しい。はい、こんな感じで一気に回収していきました。これがね気持ちよくて最近ついつい貯めちゃうんですよね。はい、アチーブメントの方を見ると今こんな感じですね。リーダープレイ回数が7万に超えていて、控え室も、700超えていて、まあ、EX にもいくつか溜まっているみたいな状況です。じゃああとは他キャラも含めてサクサク回収していきましょう。まずはかなでちゃんですね。かなでちゃんも結構がっつり上がるかな。76いかない、あと1足りない。はい、75ありがとうございます。まあ、これもね石300、やっぱこの5刻みのね石めちゃめちゃ美味しいですよね。はい、次エナナいきます。エナナはこれ77いくよね、いってくれるね。はい、いきました。77ありがとうございます。石200うまい、マジでうまい。はい、次みずきちゃんいきます。みずきちゃんが、あ、これ75いかないんじゃない、75いかない。みずきちゃんはね割とちょっとガチャちょいちょい入手できてないのがあって、そこのところがで若干低めになっちゃってるんですよね。石100個ありがとうございます。はい、じゃあここからは他のユニットも全部集めていきましょう。でこれの回収についてなんですけど、実はですねフロセア公式さんの方から改善がすでに発表されておりまして、ユニットごとの一括回収機能が出るらしいですね。あ、ミックさん80ありがとう、めちゃめちゃうまいっすね。花称号ですね、ミックさん粒1ありがとう。よーし、次行きます。なんで、まあ、今後のねアップデート確か4周年アップデートの時に実装するとかしないとかみたいなくらいの話だった気がするんですけど、まあ、まだまだもうちょっと先かもしれない、ちょっと僕の記憶が怪しいんですけど、ユニットごとの一括回収自体はね、するっていう風に公式の方で話されていたので、それ楽しみに待っておきましょう。まあ、正直その機能が出てからね回収してもいいかなとは思ったんですけど、やっぱブルフェスガチャ引きたいじゃないですか。皆さんブルフェス何年くらいガチャ回す予定ですか。ちょっとね僕はね今回は真冬ちゃんが、ブルフェスには出ないだろうっていうのがあるのと、まあ、いろいろちょっとお金を出費する用事が重なりに重なりまくってですね、ちょっと大変大変大変な状況になっていて、あまり課金にお金を回せてないんですよね。なんで今回のブルフェスはまあ100連、とりあえず100連は引くとして、まあ、引いても200連くらいですかね。去年は3周年ということがあったんで、まあ、300連引こうつって300連引いたんですけど、今年は4周年だから400連引こうとはちょっとね、できないです。ほんと、ガチャ動画楽しみにしてくださっていた方々には、非常に申し訳ないというか、心苦しい気持ちでいっぱいではあるんですが、まあまあ、それでもね、しっかり、ガチャの方は、100連以上は最低でも引いて動画出そうと思うので、ぜひぜひ皆さん見ていただけると嬉しいです。さあそんな感じで回収していってるんですけど、裏でちょいちょい58スタンプ回収したりキャララン60いったりしてますね。いやー嬉しいなー。昔58スタンプなんてね出た当時は58とかめっちゃ行くのきつくねーなんて言ってたのに、今もうそろ平均58とか僕行きそうですからね。なんなら全然全キャラクターの58スタンプ回収終わってる人とかも普通にいたり、まあ普通ではないな、まあ一定数いたりしますし、なんなら推しのユニットのキャラクター全員キャララン100超えてますなんてって人もいますからね。僕は2位5真冬ちゃんがキャラライン110で、他のキャラクターがだいたい75前後って言った感じなんですけど、
まあそれ考えるとすごいよね。ジールさんはある程度課金しながらある程度ね、プレイはやってるんですけど、まあそれでもそんな感じなんで、全1ユニットの全キャラクター、4人が全員キャララン100超えてるっていうのはね、本当にもう凄まじいこうプレイの熱量だったり課金とか、まあ絶対的なこうプロサカに対する熱量を感じてマジで尊敬してしまいますね。うわ石うめえ、めちゃめちゃ石うめえ。さあさあさあ、しずくさん、はい、これで、今全体の6分の3、4が回収終わりましたね。さあ、さあ、あとちょっと頑張っていきましょう。あと2ユニット分ですね。え、コアネちゃんめっちゃ上がる。コアネちゃんなんかね、なんか低かったんだよね、キャララ。めちゃめちゃ上がっていく。56、気持ちいい。気持ちいい。やっぱ、この一気に回収してるのマジで気持ちいいっすね。はい、次、あんちゃん、あんちゃんもガンガン上がっていこう。さあ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 、あとこの辺のねキャラクターランクユニットごとに若干差があったりするんですけど、この辺はもう単純にあの報酬量の枚数差だったり、あとジールさんのね所持率とかもありますね。で今回に関してはあの星2星3でちょっと一部育成してるキャラクターがまだ残っちゃってるんで、そこの差も出てるかなと思います。今出てる報酬メンバーとかね回収したらその分上がるんですけど、まあそれはまたちょっと後日ということで。さあ、ビビバスも回収終わり、最後ワンダショー回収していきましょう。はい、スカサくんはあ、これ55かな、55ありがとうございます。いいですね。いやー、そろそろ平均というか、全キャラ55超えれそうな感じがしてきていいっすね。4周年で多分キャララン周りまた調整とか、上限解放とか来ると思うんで、まあ、その辺も踏まえて、55いきそうな感じがしますね。あとは、エリアアイテムの上限解放があるかどうかとか、新エリアアイテムの追加があるかどうかとかによっても変わってくるかな。あの、エリアアイテムって全キャラクターのね、あの、キャラクターランクのポイントとして換算されるんで、めちゃめちゃ美味しいんですよね。まあ、ただ、現状、全エリアアイテムを完走させられてる人がかなり少ないので、まあちょっと解放はまだ先かなって感じもしたりしますが、とりあえずこんな感じで回収終わりました。せっかくなんでキャララン見ていきましょう。はい、バチャシンこんな感じですね。全キャラキャララン60突破しました。イエーイ、めちゃめちゃ嬉しい。やばいな、全キャラキャララン60。はい、そしてレオニがこんな感じで全員55突破ですね。で、ももちゃんも全員55突破。ビビパスが、54超えって言った感じですね。で、ワンダショがネネちゃん、ルイくんがちょっと53と低めなんですが、それでもみんな50超えてて、最後ニーゴが、はい、こんな感じですね。ちょっとミスキちゃんの74悲しいから、後でなんか調整して75にしておきます。さあ、そして肝心のクリスタル量なんですけど、こちら31,425個ということで、9000個くらいクリスタル増えましたね。やばくない？ 9000 個増えてる。これまだ未開放のサイドストーリーがいくつかあるんで、それも全部開放して合わせたら一番近くいきそうでしたね。めちゃめちゃ熱い。まあ、これに関してはジルさんがある程度ね課金しながらガチャ引いているっていうのはあると思うんですけど、キャラランは衣装を作ったりライブ回数を稼いだり、あとはエリアアイテムとか、あとはエリア会話とかでね地道に上がっていきますんで、ちょっとね回収めんどくさくはあるんですけど、ぜひぜひ回収したりキャララン上げしてね、しっかり石回収してあげてください。はい、そして最後緊急石集めといえばこれですね、チャレンジライブ。皆さんどうでしょうか。僕はもうかなり前に、いわゆる埋蔵金集めと言われるね、チャレンジステージ100までで回収できるこのハイスコアボーナスのクリスタル回収しちゃってるので、ちょっとねこれを集めるってことはできないんですよね。まあ一応150万と200万のところでクリスタルが配置されてはいるんですけど、まあ言うてビビたるクリスタル量ではあります。まあただね、実際全キャラクターで100万取ってるって人まだまだ少ないと思いますので、ちょっと面倒ですがこれの回収っていうのはありですね。あとは毎日やることですっごい、これもチリツモなんですけど、チャレンジスタンプでクリスタル集めることができます。チャレラって確か通常プレイで S ランク取ると石10個もらえるんですよね。でこのチャレンジスタンプで20個もらえて、1ライブごとに30個もらえます。でプラス週終わりに100個回収することもできるんで、まあ、結構な量になるんですよね。なんでねこの辺もかなりチャレラめんどくさいんですが、毎日ちょっとずつやることで石回収ができます。ちなみにガチでめんどくさいよって人は、あの放置でも実はチャレラってチャレンジスタンプ埋まります。まあ、ただ放置している場合はライブクリア時にもらえる報酬がもらえないので、それはちょっとねもったいない、石10個分無駄にはなっちゃうんですけど、とりあえずチャレンジライブは進めることができるので、今日疲れててチャレラやる余裕ねえ、時間ねえっていう人はね、とりあえずなんか曲だけ選んでなんか流しておきましょう。
そうするとチャレンジスタンプだけをね埋めることができます。チャレラについてはね、ちょっと昔の動画、2年くらい前の動画にはなるんですけど、解説動画上げているので、気になる方はプロセカチャレラとか調べて検索して動画見てみてください。はい、ということで今回の緊急石集め以上ですかね。とりあえず100連分の石は用意できたんで、まあ、あとは周年の課金があるので、僕はそれをね課金してガチャ回そうかなというふうに思います。ぜひぜひ皆さんも4周年一緒にガチャ頑張りましょう。といった感じで今回の動画を終わっていきます。参考になりましたらぜひとも高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。